今僕霊感今視聴者さんたちが今います、見てます、これこの動画今度見ます、はいね、うん、見ます、大丈夫、お蔵入りしないから。僕が今送ったそのワンシーンをそのカメラの中に収めました。ほう、霊感が少しでもある人だったら多分何かが頭の中で映ります。そういう何とは言わないけどネガティブなその景色というか、今度はもうそういう風にやってる。今回この前も俺京都で飛ばしたんよ、酒呑道場の時。そう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 、どこ、本能寺。あ、本能寺、うんうんうん、ほう、あれも試験的にやったけど一人しか引っかからなかった。うんうんうん、で今回もちょっともう一回テストでやってみます。今本当に飛ばしましたから何かあったらまたコメントください。具体的に何をコメントすればいいんだ、服の色でも言えばいいのか、ん何かこんな映像がふっと頭をよぎりましたけどぐらいな。そうそうそう、見えます、何かのシーンが見えますとか、おー、うん、何か見えましたら一応ご報告をくださいませ。だって一人おったじゃん、かっちゃんが見えることが私も見えたらなっていう質問あったじゃん、うんうんうん、だから僕が今ここの何橋やった的屋湾大橋、的屋湾大橋のこの、はい、まあ大体100m 100、200、うん、前後の中で、はい、飛ばしながら来てますから、うんうんうん、何かしら伝わったらコメントください僕に。まあそれでね、その例えばこんな映像が見れましたっていうのをそのに他のコメントの方がね似たようなことを言ってたら、あ、合ってるのかもっていうなんか確信も得られるし、ね、あなたいよいよすごいことをやり始めたな、視聴者を巻き込み始めたぞ。違う違う、見てみたいっていう要望に俺は答えとるだけじゃん。なんか良くないものいる？いるね。すごいね、ここ。思ったより、エナキョよりすげえな。あ、エナキョよりはすごいと思う。うん、エナキョよりすげえ。うん、エナキョより、あの、うん、前回一応言うけど、エナキョ、で、もう今だから言うけど、うん、失敗しましたよ、あの子は本当に、うん、で川に落としたろかなと思ってだからもうあの事前に調べたんですよ、あのちゃんとその飛び降りの記事だの何だの記事は出てくるかっていうの、うん、で今日も騙されて俺は試させられたわけだまあまあまあひどいな、効果あればいいかなと思って。いまだにまだ霊感を信用しない君は素晴らしいそうね、視聴者の方が多分信じてるからね。インチキやと思ってるやろ、いまだに俺のこと。インチキっていうか、あの定期的に何ていうの、あのスペック落ちてないっていうのをチェックしてる。あのさ、だってあなたが稼ぎ頭や商売なんていうの、商売で欠かせないなんていうの、重要なポジションを占めてんのよ。いや、ビジュルは言わんようにしようかなと思ったんやて。ああ、うん、多分だったらなんていうの、あの前振りがいくと思う。その、他に何か見えますみたいなものは。質問したら言おうかなと思ったけど何も質問してくれへんで、うん、もうここで終わりなのかなと思っちゃったもん。だってもう行っちゃったらもう隅っこやし、もうここ通り越えたらあの首吊りがいなくなっちゃうしと思って、うんうんうん、どうも、あ、いやいやいや、どうもいや本当下からいい人ですよ、うん、あの下にいるんじゃないの、そういう人って飛び降りた人って。上なの？上におるよなんであの死んだ場所自体は下なわけじゃないですか。言っとくけど、もしこれが橋の上だとする、ここが川だとする、はい、落ちる登る落ちる登る、こういうシーンがずっと見えるわけなんですよ。わかる？何回も何回も、こうやって説明しんとダメ俺、わかる？ただ落ちたからって言ってね、うん、上にいないかってじゃなくて、うん、ね、上から下まで落ちてくるのに意識があるわけね、はい、
ね、その残像が残ってるから川に落ちた、ね、でまた上に上がってくる、これの繰り返しを今彼はしてるわけなんですよ。わかる？それはあくまで残像であって、幽霊さんがまたなんていうの飛び込んでるわけではない。そう、何回も何回も身体的な。なぜここからこうどこでどう走ってきたか知らんけど、なぜここまで走ってきたか。でようこんなとこ飛び乗り越えれるな。これ悩む悩んで一回越えてないもんなら悩んでそこで止まればよかったんな。ああ悩んでらっしゃいましたか。うん。でもな不思議だな。不思議な自殺死者が多いねここ。こっちの方は特に何も感じないです。この。いやこれは結構な量で結構死んでるな本当に。ここ昔からなんだね。さあ皆さん、どうでしたでしょうか。マトワマトマ？マトヤワン大橋。マトヤワン大橋。どうでしょうか。今回はちょっといろいろなちょっとテストをいろいろやってみて。そうですね、霊感あればことさら楽しめるっていう追加コンテンツは。そう、霊感が少しでもあれば楽しみますよ。面白い映像が映りますよ。決して多分気持ちのいい映像ではないと思うな。これが成功したら俺すごくない？僕、まあ、あなたがさっき橋の隅っこ行って下を覗いてる。いや、隅っこからずっと飛ばしとるよ俺ずっと。ああこの橋渡ってる間に何か見えれば儲けもの。じゃあ、うん、ああ特に1シーンにこだわらず、かっちゃんが見てるシーンを見たいなっていう人だから、その子が霊感がなければ今すぐ告白してください。見せてあげますよ。そうね、かっちゃ ん実際にさ、俺らの撮影にこうやってなんていうの一緒についてきて、うん、例えばあなたが今見ているものが一緒に見たいですって言った場合、その現地にあなたの隣にいれば見れるは見れる。見れるかって言ったら見れんと思うけど、見たら多分ベビーフードが出てくるかもしれない。さっきガストで食べたチーズピザがみたいな、そんなことに。そうと野菜ジュースが出てくる。やっぱりそれだけなんかメンタル折れるような代物ではあるんだ。まあ見えて楽しいもんではないとは思うけどな。だけど見たいって思うならば、本当に今回本当に何だっけ、本能寺の時も送った、うん、内緒で送ってたら一人の方はなんか見えたっていう人がいたんですよ、うんうんうん、あこれは多分成功するんかなと思ったで、今回は端から端までカメラに全部飛ばして、なんかそういう、うん、ここの場所ではこの一コマ、ここの場所ではここの、うん、この一コマ。確かに除霊はします。カメラとかそういうのは除霊はしますけど、ある程度除霊を薄めにしてあります。おっと、まあ実害出ない範囲には抑えてあるはずだと思うので。そうそうそう、害にはない程度には抑えてある、抑え込んどる、うん、こういう多分術持っとる人いないと思うよ。ゆるゲラぐらいやろ。デジタルなことやり始めたねって思うよ。なんかその動画越しにそのなんか映像を送るって。いやだって見たいっていう人があるから、それに応えるのが俺たちじゃないのかな。まあね、その他の人が見せづらいものを。だってこんなつまらねえと思う。つまらなくはないけど、俺自分の動画大好きなんですよ、じいちゃんが。じいちゃんは愛なんですよ、俺。だけど、やっぱ、なんちゅうの、何万人っていう、ね、登録者数に比べは、俺らなんか本当に吹けば飛ぶようなチームじゃん。その中でも、やっぱ、何万人の人たちと違うことって言ったら、もう、飛ばすか、体感させるしかないわけや。そうね、うん、俺らにできるのって、俺にできるのってそれぐらいだもん。口下手だし、口下手だし面白くないし、喋りがだろう、取り柄がねえもん。顔も良くないし、腹で取るし。、うん、だろう。まあそれでもね、ファンは着々と増えておりますので、その中でも、うん、僕の霊感を信じてくれる
人がおるわけですよ。うん。800人も。800人も。100人おるかな。コメントくれとる人ぐらいかな。それは分かんないっす。うん。だけど今回はちょっと一回全部、これはまあ試験的に変なもんが見えたら害があるかって言ったらないですから。あくまでそのなんか変なもん見えたけどぐらいでその終わらせていい話的には。それってさ、うん、別にそういうなんか例えば極端な首吊りの映像とかは見たくないけど、うん、霊感ある人はどうなるの？嫌でも見せられるタイプな感じになるの？めちゃくちゃ気持ち悪いとこは飛ばしてないでいい。ああ、うん、なるほど、うん、あくまでそのなんかまあ見れるだろうぐらいの1シーンに抑えてあると。そう、そういうのが感じられたとかさ、見てたら鳥肌が立ったとか。ああ、うん、そのぐらいの程度だな。うん、それ以上見ることでなんかかっちゃんが見えることを見てみたいなと言ってた視聴者さん、うん、見れなかったらもう最後あとは一つ本当に僕なんだけどって、まあ見ることはできないけど感じることはできることはできる。それはどうやれば？あ、例えば俺がその視聴者側でね、来ましたって言ったら俺はどうすればいいんですか？その視聴者側の人は30秒ぐらいアルコール消毒を手につけて、うん、アルコール消毒して2人とも、うん、で、うん、手をつないで手をつないで、うん、ただひたすら突き進む。その心霊スポットを歩けば OK。 そうすると僕が感じ取ることが取れると思う。あなたが普段なんか体感ゼロ度並みに寒いんだけどとか言ってるのが分かる。そういう快感はもう絶対味わえる。視聴者さん味わいたいですか？俺には分からん。かっちゃんと長年さこの撮影やっとって思うけど、うん、この人大体なんていうの、霊にいじめられてる時ネガティブな状態になっててハッピーな状態になってることねえから、それ味わいたいかって言われたら俺はノーなんだわ。本当に味わいたかったら本当に来るしかないっすよ。まあまあまあ、うん、その霊感ある人がどんな気持ちに なんていうのおるのかは。どうも、いやいや、どうも、安らかにお眠りくださいね。もう楽しましょう。今声がかけられたらすいません。声かけられました。安らかにお眠ってくださいね。もう終わったんですから。そう、もうそんな飛んだり降りたりしなくていいよ。うわ、本当に花があるところぐらいな感じです。そうだね。ちょうど棒のあるところだな。もうすごいぞ、鳥肌がバンバンめっちゃリグが立つ。はい、こんな鳥肌を心霊スポットで立たせてみたい人、ぜひ我々と一緒に行きましょう。こんな体感したかったら皆さん本当に。でもどこ行くか分かんねえから僕も。そういうのは無理くんに聞いてください。僕本当に今日でもどこへ行くかっていうのも見え行きますで終わりですから。赤福食べたいしかあなた言わないからね。そうそう、見えって言ったらもう赤福しか俺頭ないから。うん、だって渋滞とかして間に合わんようになったら俺無意くに着てとるもん。おめえのせいやぞ。赤福買えんのっていう。大丈夫、今日はちゃんと買えた。あ、12個入りか8個入りか買えたでしょ。8個入り2つも買ってまった。おう、ああ晩飯と昼飯の2食分がおめえ2日分が消えてまった。ああこんな入り時に折れたわけだね。でも今日ここ来て俺よかった。幽霊さんとも話できたし、まあここは実際にね死者が何名かいるっていうのが分かっただけでも儲けもんじゃないかな。自分で試させられたのショックやったな。絶対気づかんと思っとったやろ。気づかんっていうかいつ言うかなって、絶対にそのふっとしたタイミングでそんな首吊りなんて要は見えると思うので、うん、なんか思わずなんか下見たら首吊っとる人がおる、うわーみたいな、うん、そういうリアクションとかで来るかなって思ってた。もう
腰が痛いんですけど、俺離れたい。まあまあまあ、あとちょっとですので。嘘、腰痛い。それは霊感なのか何なのか分かんないな。霊感なんですよ。それはどっち、あの視聴者さんに伝えられるタイプの、なんていうのあれなの、あなただけのタイプのやつなの。ここ事故でもなくなってる、そんなニュースない。知らない。あの記事ではその首吊りとなんだ飛び降りがありましたよぐらいしか言われてない。車の事故はどうなんでしょうね、あるのかな、確かめてみましょう後日。今この辺にこのぐらいの女の子がおるから誰かなと思って、それがそいつが俺の腰を痛めとるんや。皆さんこの多分ね小学生ぐらい、これも多分霊感があったら多分感じると思います。多分送っときました一応。一部の人にしか分からないプレミアム配信やめろって。プレミアム配信見えた人はもう有料化するで俺。あ、まあだってでもさ、これでさ何人か見えたって言ったらさ、俺もうあれやない、もう霊感通り越えとるやろ。こんなことやっとったらさあ、橋もちょうどここの辺りで終わり、終わりかな、うん、ちょうど多分あの石あたりで区切りだと思うな。あまあ思った以上に、なんていうの、思った以上に気持ち悪い橋だな、うん、で悪い、そういう引っ込むやついます。悪いとかそういう引っ込むわけではない、引っ込みをしようとかそういうする気はない、うん、お仲間作る気はないけど、単純にその亡くなった方々が多い、ただ有名だからここで飛び込もうっていう人だろうな、うん、第2の富士の樹海になりつつあるな、うん、でももうねえぞここ飛び込むことは、ほう多分な、あの飛び込んだ人が抑えてくれると思うけどな、ああ飛び込んでもいいことないよっていうその経験談を持ってして、うん、そう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 って僕は思ってます。あの人、あの女性の方は、この女の子もね、多分。おお。うん。今消えた。おった。バイクが消えたでかな。バイクか。バイクの事故かな。ああ、バイク事故。わからん。バイクが来て、ちょっとそれね消えたでな。バイクだな。というわけで今回の動画はこの辺りで終了でございます。よろしいですか、いいよ。しやつない、お疲れ様でした的なコメントはないのかね。あの視聴者様に対して、視聴者様今日も本当にありがとうございます。いつも見てくれて本当に感謝感激しております。今日もね、今日はまあ心霊スポットに今度は映像を飛ばすっていうテストをしてみました。YouTube やっててね、俺自身その俺は霊感ないけどコメントで霊感ある人ちらほらいるので、うん、まあ、世界に霊感ある人思った以上にいるわっていうのをね、うん、体感しながら編集してるので、うん、今日みたいな、まあ見えた人は感じた人はコメントください、何人いるか。まあ見えたよっていうのっていうだけでもいいから、カタカナののって手挙げてるあのだけでもいいから、これでもいいし、グッジョブでもいいし。いやでも今回はもうちょっとね新しいやり方、うん、多分霊感ある人はでは絶対できないと思ってる。本能寺で成功し一人成功してるから、うん、いけると思うけどな、また